こんにちは。前回は射出成形とは何かについてお話ししました。今回は射出成形の成形方法について解説します。ぜひ最後まで見ていってください。射出成形の方法はとてもシンプルで、射出成形機という機械を使用して加熱・溶融させた樹脂材を高圧で金型内に射出して成形します。射出成形による製造工程は、成形機内部で樹脂を溶かし金型に流し込み、高い圧力をかけて製品を作ります。この溶かす、充填する、固めるの3工程が基本となっています。プラスチック製品の原料は樹脂ペレットと呼ばれ、射出装置内で溶けたペレットを注射器のように注入していきます。注入先には金型があり、流れ込んだ樹脂ペレットが冷えて固まった後、金型が開いて成形完了です。射出成形の流れが分かったところで、一度映像で確認してみましょう。こちらはペレットと呼ばれるプラスチックの原料です。まずこれを機械に投入します。ペレットをエアーで運び、十分に乾燥させます。これはマスターバッチと呼ばれる色をつける原料です。今回は黒のプラスチック製品を作ります。マスターバッチをこちらの混合機に入れてペレットと混ぜます。このように混ぜ合わせます。いよいよ材料の準備が整い、ホッパーと呼ばれるタンクへ運ばれます。ホッパーから下にあるシリンダーに材料が運ばれます。その後シリンダー内にあるスクリューによって先端に運ばれ溶かされます。溶かされた樹脂はシリンダーによって金型へ射出されます。こちらは試しに金型に入れずに出した樹脂です。実際に金型に射出していきます。樹脂が冷え固まったら金型を開けて成形品を取り出します。エジェクターピンによって成形品を金型から押し出します。成形品が完成しました。実際はここまでの1サイクルを 4,50 秒ほどで行います。今回は射出成形の成形方法についてお話ししました。次回はそんな射出成形のメリットや、射出成形を行う上で最も効率のいい環境について解説します。こちらは参考サイトのご案内です。関東 MFG チャンネルでは、プラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。